皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、セリアの購入品紹介をしていきたいと思います。今回久しぶりに iPhone ケースをちょっとオタ活仕様にしようかなと思って買ってきたものとか、まあリピ買いしたものとかいろいろ買ったので見て見てね、というわけでやっていきたいと思います。こんなに買っちゃった。2000ちょいだから20点くらい買ったと思うんですけど、まずじゃあ何から紹介しようかな。エコローと思って買ったものから紹介するわ。じゃじゃーん。ちょっと iPhone ケース今使ってるのがこれなのね。この後ろに誠くんの写真集についてきた別紙を切り抜いた紙を入れてて、クアッスのポケモンパーについてきたシールと、あとうるせえやつらのラムちゃんのシール入れてるんですけど、これもこれで気に入ってるからこれもこれで使うんだけど、ケースがね、ここに紐をつけるところがついてんの、このチロチロが。これをつけて首からこうやって下げられますよっていう仕様なんですけど、首から下げたくてこれを買ったわけじゃなくて、ケースが割れちゃった時に新しいのが欲しかったんだけど、これが13プロだからないのよ全然。でも透明ケースで、まあ、ちょっと安めのが欲しいと思ってスリコで買ったやつがこれなので、ここがね邪魔なのよ、こうやって立てる時とかに立たないから、ここが。というわけで iPhone ケースを買ってきました。こちら2個買ってきました。これがハードタイプで、これがなんかこうソフトタイプなんだけど、四つ角がなんかちょっと硬くなってますよってやつで、こっちをこれ用に使おうと思って買ってきたんだけどさ、うちさ13プロで合ってるよね携帯。あ、そう、これ最高。こんな感じになりました。ここがなくなってストレスフリー、マジでカシャカシャしないし、これはこれで使うとして、ちょっとライブとかに行くときに、本タブ今ないんだけど、本タブがあっても可愛くなるようなケースを作りたいなと思って、まずこの、シールとかを貼りやすいハードタイプのものを買いました。で、他にシール買ってて、最初このシールを見かけたのよ。この銀色のなんかこう玉のなんかやつ、なんかちょっとこの無機質な感じがめっちゃ可愛いと思って、このシールが。で、3種類あったから、丸ポッチがね、小中大って買ってきたんですけど、一番ちっちゃいのが5ミリ。で、これが8ミリで12ミリのサイズなんだって。なんかデコりたいなと思って、最初。硬質ケースとかにしようかなと思ったんだけど、そういう iPhone ケース欲しいなと思って、今回ちょっと iPhone ケースで買おうと思って買ってきたの。で、それに合うようなこの銀色の、ちょっと宇宙っぽい感じの柄。ちょっと誠くんっぽくない？アストロマコピーに合うかなと思って買ったやつ。うちにまた別のこの銀色っぽい感じのシールがあるから、それと合わせて使おうと思って、とりあえずこれと黒と白とゴールドのお名前っていうかカタカナのシールを買いました。こちらはちょっと作る動画、まあ、ちょっと雑談しながらになると思うんですけど、をちょっと撮ろうと思ってるので、これはお楽しみに。久しぶりじゃない、なんか DIY っぽい感じでさ、オタクグッズ自分で作るの好きなんだけどさ、なんかなかなかアイデアが思い浮かばなくて、でもこのシールに一目惚れして今回ちょっと作ろうって思った。次が一大事件があったから、ちょっとこれだな。抗菌イヤーピースっていうやつなんですけど、私がさ愛用してるこのイヤホン、これよく見てもらうと、イヤーピースをなくしたの。一生一緒だよって思ってたのになくして、まあ、なくしたっていうか、東京でねお友達とご飯食べてた時、帰り千葉まで渋谷の後東京駅と千葉駅にしか止まんないみたいな、めっちゃ早い成田エクスプレスっていうのがあるのね。普段より30分ぐらいかな早く家に着くの。しかも乗ってるだけで着くから、それに乗って帰ってきたのね。でイヤホンつけて TikTok ずっと見てたので、あ千葉着いたと思って、で成田エクスプレスも結構停車時間が短いから、降り損ねたら次成田空港とかまで行っちゃうのね。急いで降りようと思ったら、このイヤホンが椅子の取っ手のところに引っかかってブルンって取れちゃったの。ここにはついてるからさ、ブルーンってなってこう引っかかるわけよ。でやばいと思って、これ降り損ねたらまずいまずいっつってこう引っ張ったの。ブルンって取れるじゃん。あーよかったーと思って降りて、これ見たら待って、イヤーピースがないみたいな。お、どうしてきたーってなって。まあ、その引っかかった時に多分ブルンって取れちゃったんだと思うんだけど。このさ、イヤーピースと共に7年ぐらい生きてきたから、この形以外を受け入れられるのかわかんないけど、とりあえず買ってきた。これがちょっとなんか耳にさ、フィットしなかったらさ、うちの有線時代が終わるわけ。悲しくない？だからまあ、無線イヤホンでさ、なんかおすすめあるよって、リスナーさんがね、何件か送ってきてくれたので、それをちょっと買おうかなって今もやってます。次はまあなんか、オタ活っちゃオタ活関連なんですけど、まずこれが、高透明カードスリーブ。フォトカードとか入れるのに買いました。60枚入りの L サイズなんですけど、フォトカード入れられると思って買ったけど、入れられなかったらどうしよう。入れてみる。あ、入るちゃんと。ちょっと大きいサイズだ。S サイズの方もあったんですけど、S サイズ買って入んなかったらちょっと泣いちゃうなと思って、こんな感じにしました。硬めだから、
折れる心配もなさそう、まあ、自分のフォトカード入れる時も使うし、あとあれラクマとかメルカリとかで譲り先が決まったものとかも入れて発送する時に使えるなと思っていっぱい入ってるやつを選びました。あとそれ関係でまず封筒がこれ結構使ってるマーブル封筒洋型2号っていう10枚入りのやつ、もうなんか便箋とかじゃなくて封筒だけのやつなんですけど、これ結構大きめサイズなんですよ。まあフォトカードも余裕で入るし、あと L 版の写真、なんか公式写真みたいなジャニーズのとかも入るのでこれ使ってます。なんか大理石っぽくてちょっと高級感あって可愛い。これもフォトカード発送するときに硬質ケースに入れて発送してると結構コスパがかかっちゃうので、この真ん中にカッターでちょっと切れ目入れてパタって折ってカード守って入れ発送するようにしてます。1枚だけじゃなくて2枚3枚ってこう何枚か挟めたりするし、写真とかだったら2枚使って厚紙なんだけどこれ2枚使って挟めたりもするので、これは結構重宝してます最近。あとは日用品と、あとアニメのね、ランダムのやつ今回も買ったんだけど、まずこれがいつも買ってる手口拭きですね。これないとうち生きていけない。なんかメイクする時もこれ使うし、料理する時もこれ使うし、ご飯食べる時も使うし、なんかする時は絶対こう机をバーって拭いてからやったりするから、ずっと使ってるというかもうストックにストックを重ねてるんですけど、それでも結構使うんよ。これ80枚入ってんのに月2個は使うかなってぐらい結構頻繁に使うので買ってきました。あとはこれもね、毎回買ってるやつなんだけど、綿棒か、ヘッドが大きい綿棒、シャワー綿棒ってやつ使ってて、これ良きなの。耳にこうフィットする感じ。なんかさ、細いやつだとちょっと痛くない？痛くない？なんかわかる？耳こうやって掃除しててちょっと痛いのよ。だからふわふわしたやつを使ってるんですけど、もうほんとこれは数年前からこれですね。この綿棒ケースも可愛くて買っちゃったの。お風呂入ってるベティちゃんの綿棒ケースで上がハートになってて、ちょっとさ、ここの上の蓋をなくしちゃうのね、すぐ衛生的にって思って上になんか別のこういうなんかコスメとかをこうやって置いて蓋してたりしてたんだけど、これがあったらそういうこともないのではと思って買ってきました。これをこうやって、おー、綿棒入ったらさらに可愛いじゃん。こんな感じで机に置きたいと思います。めちゃくちゃ可愛い、満足。次はまあこれも航空関係ですね。よく買ってるやつ1個です。最近このゴムタイプの歯間ブラシが出たんですよ、セリアに。なのでこれはもうストック買いしてます。毎日使うので10本入りなんですけど、コスパ的にはまあ微妙なんだよね。ダイソーとかの方がコスパいいと思うんだけど、ダイソーが近くないのでセリアに行くたびに買ってこういうケースに入れていろんなところに置いてます。これはね、ブラシの部分がこうブニョンって曲がりにくくて、で細さ的にもちょうどいいので歯磨きする前だったりとかに使ってます。でこれは歯ブラシ、超ハマってる歯ブラシなんだけど、何回も言うけど乳歯が多くて歯が小さいんですよ。大人用の歯ブラシだとでかいのね、ヘッドが。最近このコナン君の歯ブラシにハマってて、これ何がいいかって、ブラシの部分のね、このヘッドの部分がちょっと薄いの分かる？ここが薄いのよ。だからこう奥に入れたりするときに磨きやすいなぁと思って買ってます。今回はランちゃんとアムロさんとコナンくんの3人のやつなんですけど、キット好きなのでキットがいるやつがあったらキットを買ってるんだけど、今日はいなかったのよ、キットが。歯ブラシってさ、どのぐらいのペースでさ新しくする？みんなこうやって見たときにさ、このヘッドからちょっとはみ出るぐらい広がってたらみたいなこと言うじゃん。どんぐらいが正解なのかちょっとわかんないんだよね、まあ、とりあえずこれおすすめ、乳歯ある人におすすめです。上から見えるスパイスボトルってやつを買いました。これは和風の顆粒だしを入れようと思って買ったやつで、顆粒だし入れてたケースをね、お兄ちゃんが捨てたのよ、知らぬ間に。わけわかんなくない？もう料理しないのに何と思って、そっから袋からなんかこう手に出してパラパラパラって入れてたんだけど、めっちゃめんどくさいじゃん。だからこれに入れてお味噌汁とか、あとなんか煮物とかするときに入れようと思って買いました。上の部分が丸じゃなくて四角になってて、多分出しやすいと思うから、しけっちゃわないかちょっとだけ心配なんだけど、まあ使ってみてしけるようだったらまた別なの考えようかなって思って買ったものですね。あとこれ、この間やばい事件があって、家が燃えるかと思ったぼや騒ぎがありまして、やけどを仕掛けたんですけど、その時に防水テープが家にないことを発覚しまして、防水テープとガーゼっぽいやつ、滅菌パッドを買ってきました。これさ、全然入ってないの。このサイズとちょっとこのサイズが、こっちが2枚、こっちが4枚入ってて、ちょっと高えと思ったんだけど、まあそんな頻繁にやけどするわけじゃないから、あったら便利だなと思って
買ったのよ。で、なんかこの間のそのぼや騒ぎが、うちアスパラの豚肉巻きみたいなの作ってたね。で、豚肉脂身がそんなにうちは得意じゃないから、ロースみたいな脂があんまりないやつで作ることが多かったんだけど、その日はバラ肉っていうちょっと脂身が多い豚肉をアスパラに巻いて、アスパラ豚巻きやってたの。蓋をしてたのね。ひっくり返そうと思って、これがフライパンだとすんじゃん、で、これが蓋だとすんじゃん。で、蓋をこうやって斜めにして、自分に油がこう跳ねないようにこうやって斜めにしながら、端でこうやってくるくる回してたの。油跳ねたら熱いから。いつもはさ、脂身が少ないお肉でやってるから、そんなことはなかったんだけど、バラ肉から出た油が跳ねて多分溜まってたのよ、ここに、内側の面にね。で、それが斜めにしたことによって集結すんじゃん、ここに。で、垂れました。焼きながらコロコロしてるから、こうやって箸で垂れた油に火が引火してボーって燃えたの。マジでやばかった。うちが今まで見た火柱の中で結構大きめの火柱がボワーって出て、完全に手首が燃えたわけ。え、今腕燃えたなってなって、見た感じまだ赤いだけだったのね。でも冷やしたの、すぐめっちゃ痛いの。やけどするちょっと前のさ、皮膚がパツパツになってる感じ、ちょっとテカる感じがあったから、うわーこれ絶対もう水ぶくれコースだと思って、どうしようと思ってたんだけど、とりあえず冷やして保冷剤をスカーフに巻いてここにずっとつけてたの。痛いのは痛くて赤くはなってたんだけど、水ぶくれとかになんなかったの。2日間ぐらいなんかガソリンじゃないけど手首が一生焦げ臭かったの。だからいつどうなるかわかんないじゃん。なんか見た目がさ、めっちゃ黒くなったらどうしようとか思ってたんだけど、何もなんなくてよかった、マジで。いつの間にか治ってたから、まあそれまではもうほんとずっと冷やしたり、防水のちょっと絆創膏をこういうのでしのいでたんですけど、皆さんも気をつけてください。はい、やっぱ慣れって怖いなって思ったね。なんか料理慣れちゃったからさ、ちょっと火とかさ、いけるっしょみたいな。揚げ物とかもさ、全然なんか昔より人にやっちゃってたけど、ちゃんとしなきゃなって思いました。というわけで、最後こちらを開けていきたいと思います。クレヨンしんちゃんのシールとスパイファミリーのカードです。スパイファミリーのカードからやろう。クリアビジュアルカード2、これ可愛いのよ、このカード。なんだけど私はアーニャ運が全然ないというか、まあ、推し運がないので、まあ出るかわかんないですけど、開けていきます。始まるからね、2期も。2期っていうのかな、3期。あ、待って、ちょっとピンクっぽい、来たんじゃないこれ。いくよ、アーニャか、まあベッキーとかでもいい。いくよ、せーの、ダダン。待って、めっちゃ欲しかったやつだ。パッケージにこれがあって、ボンドとアーニャのこの2人でいるやつなんだけど、これ欲しいなと思ってたので、もね、まあ出るわけないかと思ってたんだけど、出た。かわいい、めっちゃ。クリアカードなのでちょっとあっち側が透けてるんですけど、このクリアカードかわいいのよ。お前めっちゃ嬉しい。ちょっと待って、しかも32種類だよ。32種類の中から1枚引き当ててんの、やばくない？来てる。ちょっと最近来てるわ、マジで。本当に携帯の裏に挟んだりとかしたいと思います。ちょっとなんか誠くん見えなくなっちゃうけど、次クレヨンしんちゃんのシール。これはまだ何でもいいから、なんか青っぽいシールが出ればこの後ろに一緒に入れたいなと思って。5枚入ってんだって。コスパ良くない？吉永先生のシールなどもあるのね。吉永先生、あ、これはなんだ、マイケル・ジャクソン。かわいいじゃん、マイケル・ジャクソンの。しかもこれ青っぽくてかわいい。マイケル・ジャクソンしんちゃん、白と喧嘩してるしんちゃんだ。かわいい、かわいい。じゃじゃん。ええ、めっちゃかわいい。見て、カエル。しかもちょっとキラなん、キラキラしてるの分かる？これ全部キラキラしてるの、シール。で、ミサエですね。ちょっとこのカエルさ、ダイカットっぽくこう切り取って後ろに入れようかな。良さそうじゃない？可愛いっぽいくない？というわけで、こんな感じでした。久しぶりにちょっとなんか DIY 的な iPhone ケース、最初に紹介したやつ作ろうかなと思ってるので、こちらの動画もお楽しみに。わかんない、なんかさ、雑談メインになると思うんだけど、あまりにも緩すぎたらサブちゃんにあげるかもしれないので、よかったらサブちゃんの登録もよろしくお願いします。それでは、チョコバナナでした。バイバーイ。